ルールは前回と同じでいい。もちろん25キロ以下でリモコンに触れたら負け。おいおい、その表情、待ってくれよ。結構本気じゃないか。君、執念深い性格かな。同じでいいか、前回と。君、俳優やモデルの仕事をしてるんだっけ？最近仕事の調子はどう？ロハン先生、走ることに集中した方がいいですよ。勝負は受けました。すでに始まっています。この前のようにはならない。徹底的にやっつけてやるからな、岸辺ロハン。時速19キロ。ロハン先生、前回先生はテーブルの台を一瞬指で叩いて、その振動でリモコンを自分の有利な状況にした。リモコンが先生の指の中へ倒れ込むようにしたんだ。あれは微妙な状況だったわけで勝負ではない。曖昧さは勝敗ではないんだ。今回はそういうわけにはいかないからな。ちょっと待てよ、これはゲームだからな。ええ、今していることは単なるゲームです。ただの遊びだが、勝ち負けには公正さが必要だ。リベンジマッチならなおさらだ。公正にちゃんと決めなきゃダメだ。リベンジマッチはまともにやるんだ。何？おい、お前何をして。これで公正になったぞ。リモコンを素早く取った方が完璧な勝利と分かる。ここからが苦しいですよ、ロハン先生。お前誰だ、何者だ。現在 21.4キロ。ボタンを押すのはまだ早いぜ。停止ボタンは時速25キロに到達した瞬間です。リベンジマッチとは勝敗をきっちりと決めること。そうだろう。なんだ、ヘブンズドア。お前まさか。こいつは、この橋本陽馬は。やめろ。現在時速23キロ。まだ転ぶなよ、ロハン先生。時速 23.3キロ、 23.7キロ、24キロ。くそ、やばい、まずいぞ、まずい。リモコンを絶対に取りに行かないと。まずい。ヘブンズドア、本にして文字を書き込む、そういう能力がある。今君に瞬間書き込んだ。だが勝敗というなら君の勝ちだ。認めるよ。それでダメか。そのボタンを押したのは君だ。ロハン、確実だ。彼は化身、そういう印。橋本陽馬はヘルメス神の化身となった男なのだ。近づいたのが間違いだった。僕はあのリモコンを必死に取りに勝負に出た。それは本当だ。逆鱗に触れていないことを心底願う。この場はただ逃げるしかない。